もしも君がこの船を降りて違う。Great。うん。うん。ありがとう。できた。めっちゃいい感じ。こっちで聞いてる限り、うん、こっちのマイクの方が良さそうだったけど、うん、歌いにくさとか全然大丈夫ないです。大丈夫ない、うん、どっちやねなんかさ、もうこういうスタジオがさ久々すぎてめっちゃ緊張してる声が震えるリラックスしてる。超かっこ悪でもね、ケイちゃん俺もだよ待って待ってたよ君の。なんか、うん、部屋をちょっと暗くしましょうか。ちょっとムードね、家ムードね。こっち、こっち。はい。あんま見えないっすけどね。届けよう。完成したんじゃないでしょうか。やった。やった。お疲れ様。お疲れ様です。日が沈むまで泥まみれになりながら無邪気に過ごした日々も捨てがたいけれど夢見る僕がいてもそれはそれで僕だからジグソーパズルみたいにハマってなくていい。誰かの Yes が君にとって No であるのと同じようにいつだって自由なはずだから明日風が通り抜けた時にパズルが欠けていたとしても